はい、どうも、マイクロモビリティ研究所の須藤と新人研究員の永里です。本日の企画はマイクロモビリティの盗難対策。盗難対策、はい、ね、やっぱり高い買い物ですから、マイクロモビリティってなると、はい、やっぱね、盗難が怖いですね。気をつけないと。そうですね、本当に盗まれたらシャレにならないんで気をつけていきたいですね。先に結論から申し上げますと、マイクロモビリティの盗難対策はバイクとそんなに大差はありません。ただマイクロモビリティならではの対策というのがございますので、最後まで見ていただければと思います。そしてプロの窃盗団にかかれば盗めないものはないと言われております。だからといって、じゃあ盗難対策に意味がないかというと、まあ、そんなことはありません、まあ、鉄則は2つありまして、物があるということを知らせない、目をつけさせないということで、盗むのが面倒と思わせる。以上を踏まえてマイクロモビリティ研究所がおすすめする盗難対策をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。また盗難対策という動画の使用上、窃盗のどのような対策になるかというのをですね、説明することになります。まあ、この説明の仕方だと窃盗のやり方を世間に流しているのかと、まあ、そう思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、そもそも、盗む人っていうのは、まあ、入念に下調べをするんで、まあ、この動画がそういうことではないということと、この動画を見てですね、しっかり盗難対策をしていただいて、まあ、もしものことがないようにしっかりと説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではやっていきましょう。はい、では盗難対策の一つ目をお願いします。はい、一つ目は室内に置くことです。はい、あ、もうこれはもうさっき言ってたあれですね、はい、もう物を目につかせない。そうです、目をつけさせない、目つけさせない、はい、ということですね。まあ、バイクもそうなんですけど、盗まれるのって外に置いてあるものなんですね。ああ、そうですよね。はい、なので室内、まあ、家の中に入れておくと盗まれるっていうのはまあほとんどないです。そうです、もう強盗とかがない限り、ね、なかなかね、大丈夫。家の中は、ね、もう自分しかいないというか、そうですね、家族とかね。ただバイクを室内に置くというのは、まあ、大きいですし、そうですね、はい、まあ、厳しいと思うんですけども、まあ、折りたたみができる電動キックボードですと、まあ、室内に簡単に持って入ることも、そうですね、はい、はい、まあ、できますんで、まあ、これが一番の盗難対策になると。なるほど、はい、はい、まあ、ただ折りたためない車両もありますし、はい、まあ、どうしてもですね、まあ、出先で止めないといけないっていう場面もあると思いますので、まあ、そういった場合についてはですね、次にご紹介させていただきます。はい、次の盗難対策は鍵をかけることです。はい、はい、そして鍵をかける上で大事なことって何だと思いますか、ななりちゃん。大事なこと、はい、うーん、1個じゃなくて何個かつけるとか、はい、その通りやるねはい、というのも、はい、マイクロモビリティって、うん、まあ、せいぜい30万円くらいのものなんですよ。うんうんうん、まあ、安くはないですし、そうですね、まあ、高いっちゃ高いんですけども、うん、何百万円もする、うん、まあ、高級バイクみたいに、はい、まあ、窃盗団が計画を立てて盗むっていうようなものでもないんですね。まあ、そうです、それに比べたら、はい、なのでまずは盗めそうって思わせないことが大事です。あ、最初に言ったやつです、ね、はい、そうです、そうです。なので、まあ、出先でですね、はい、駐車する場合に、まあ、普段止めないところに止めるわけですから、うんうん、はい、まあ、犯人がそれを見て、はい、お、盗めそうだなって思わせないことが大事なんです。あ、鍵かかってない、まあ、自転車とかよくありますもんね。そうです、そうです、ピュッて行けそうやな。そうです、そうです、そうなんですよ。あ、そういうことね、はい、つまり鍵を複数かけておくと、うんうんうん、あ、これ乗っていけそうだなってなかなかならないと思います。確かに、はい、はい、そうなると心理的に盗まれにくい。ああ、もう面倒くさいって、ね、そうです、そうです、なりますもんね、鍵とかもかかってたら、はい、そうなんですよなので、まあ、そういったことが大事だと、うんうんうん、そしてもう一つ大事なことがありまして、はい、なんだか分かりますか。え、もうちょっと思いつかないですね思いつかないです、はい、でそれがアースロックなんです。アースロック、はい、まあ、つまり、まあ、地球にロックするっていうそうですね、はい、まあ、違法駐車とかは、はい、まあ、ダメなん で、はい、まあ、でアースロックできないところも多いと思うんですけども、うんうんうん、アースロックできるところでは、はい、まあ、徹底してやっていくことをお勧めしたいですね。そうですね、はい、はい、
で今ですね、はい、鍵いろいろ持ってきたんですけど、はい、まあ、こういう鍵だとアースロックすることもできますね。ああよく 見るというか、見たことはありますね、はいはいはい、そうですね、はい、まあ、これとかだったら、はい、キーかけるのも簡単ですし、うんうんうん、まあ、持ち運ぶこともそうですよね、なんかちょうどいい太さというか、はい、そうです、はい、ですね、感じなんで、はい、使いやすいですし、うんうんうん、持ち運びも持ってみていただいたら、まあ、すごい軽い、あ、全然軽い、はい、やし、ふにゃふにゃしてるから、そうですね、ある程度、ね、収納はできそうですね、す持ち歩きにも。でこちらもですね、同じようなチェーンロックになるんですけど、さすがにここまで大きいと、外出先で、そうですね、はい、なんか、取った後とか、どこにしまうんだみたいな話になりますんで、はい、まあ、ちょっとしんどいかな、自宅とかに、うん、あ、そうですね、で使うには、うんうん、まあ、ちょうどいい、そうですね、はい、感じの鍵になりますね。はい、で、あのナナリちゃんの、はい、手元にあるのがこれ、あんま見たことないですね。見たことないですか。はい、あんまり。これ有名な U 字ロックって、ね、有名なんや、無知すぎたか有名なね、はい、まあ、U の形をしてるんで、はんはんはん、まあ、U 字ロック U ですね、はい、まあ、これもですね、はいはい、まあ、持ち運ぶのに便利なんで、はい、そうですね、はい、まあ、外出先とかでも、うんうんうん、まあ、使いやすいような、はい、まあ、ロックになりますね。そうですね、これとかやったワイヤーなんですけど、これはもうカッチカチやから、うん、カッチカチやからカッチカチやぞ、なんか切るとかはなんかそんなすぐにはできなさそうな感じ、うん、専門の器具はないとね、さすがに切れないんでね。だから結構良さそうだし、そんな頑丈な上にめちゃめちゃ重くないんで、うん、持ち運びにもそれこそ ね、 ですね、サイズ的にもいいし、はい、めっちゃいい、使いやすそう、ね、使いやすそうと思います、はい、そして、はい、あのディスクブレーキに、はい、直接ロックをかけるディスクロックっていう、ほうほうほう、はい、ロックもありますね。あ、もうブレーキにかけちゃうことによっても交換、はい、そうですそうですそうです、それが一番ね、もうなんかえってね、そうですね。でこのディスクロックなんですけど、うん、アラームがついているものがありまして、お、はい、まあ、例えば、まあ、うんうん、そのディスクロックにちょっと振動が加わると、はい、まあ、大音量のアラームが鳴ったり、あの停車位置から一定の角度を傾くとアラームが鳴るっていう、あ、ちょっとでも動かされたら鳴っちゃうみたいな。そうですそうです。アラームってどんぐらいの大きさなんですか。はい、まあ、現物がないのでちょっと分かりにくいと思うんですけど、はい、まあ、中にはですね、はい、110デシベルぐらいの音が鳴るものもあります。どんぐらいですか。これはですね、車のクラクションと、おー、でか、はい、大体同じぐらいの音量なんで結構大きいですね、はいはい、かなり大きな音だと思っていただいて、うん、ほうほう、はい、それならもう 犯人というか盗もうとね、はい、したらもうびっくりして逃げちゃいますよ、ね、はい、なので、まあ、かなり有効な盗難対策と。あ、なるほど、はい、そうですね。では次3つ目の対策をお願いします。はい、3つ目の対策は、はい、GPS を取り付けること。はい、GPS をまあ取り付けておくことによって、はい、まあ、盗まれた後にまあ取り戻せたという、まあ、事例が、うん、まあ、電動キックボードでもありましたので、はい、まあ、これはですね、うんうんうん、盗難対策というよりも、はい、盗まれた後の対策っていうことになりますね、うんうん、あ、なるほど、はい、そうですね、やっぱ冒頭でも言ってたと思うんですけど、はいはいはい、なんかマイクロモビリティってそのプロの窃盗団が盗むっていうよりかは、うん、なんかとっさに、うん、あ、鍵ついてないわとか、あ、盗めそうやなみたいな感じで多分 取られることも多いと思うんで、衝動的にね。そうだから、はい、GPS とかついてるとかも多分そういう人って考えれてないかな、はいはいはい、ですね、ね、なんでもう、まあ、あまりにも分かりやすい GPS みたいなやったらちょっとあれですけど、はい、まあ、ちょっと奥にとか見えにくいところにつけておくことによって、あ、まあ、後から取り戻せるっていう可能性もね、 ありますね、はい、増えるというか、あるかなって思いました。こんなところに止まってるやんみたいな、ね、そうですね、ことも、ね、あるかもしれないんでね、うんうんうん、はい、有効かなと思いました、うん、はい、ですね、はい、ということで、はい、まあ、今回はマイクロモビリティの盗難対策ということをやってきたんですけども、はい、ななみちゃんどうでしたか。そうですね、はい、私もやっぱマイクロモビリティのちょっと沼にはまってきてるので、はい、いつかは買いたいなとか思ってたんですけど、やっぱり値段も値段ですし、はい、だから盗まれたら絶対嫌じゃないですか、はい、だからもうそう、もうそうやなっていうか不安やったんでね、やっぱこういう対策をね、そうしてみたらだいぶ勉強になります、まあ、少しでも安心感あったらね、はい、だいぶ気分も変わってくると思いますんで、はい、はい、
でまだまだですね、マイクロモビリティの、駐輪場のこととか、整備されてない部分というのはあると思うんですけど、だからこそ、盗難対策をしっかりしていただいて、ハッピーなマイクロモビリティライフに送っていただきたいと思います。はい、はい、では今回の動画が良かったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でバイバイ。さあ今日のモビリティ研究所はここまで。マイクロモビリティ研究所はグーバイクの提供でお送りしております。